すっごい旗ありがとう。コンサルトみたいな。そう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 。何だっけ。めっちゃ好きやった。なんか月曜調べるわちょっと一回。今調べてんで。なんか私が知ってそうなのあったら教えて。待って。チャーハン部。チャーハン部、ちょっと待って、チャーハン部入部希望さん、ハートありがとう。ファンさん、これなんだ、あられみたいな。ウォーターボーイズめっちゃ見てねんけど、たっちゃん、あられありがとう。コンセント、マビアコンセント。誕生日どうしたら、メレーズ見てないの知らん、それ。誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー。ウォーターボーイズ見てないの、ハッピーバースデートゥーユー。ウォーターボーイズ見てないのハッピーバースデー。絶対レードとか見てないの。見てない。絶対レードとか知らん？これ刑事ドラマ。知らない。な、ウォーターボーイズ見てません皆さん。知らない。マジで？とっちゃんハートありがとう。しんちゃんハートありがとう。ゆうさん、あられありがとう。けいたんさんハートありがとう。しんぱんさんハートありがとう。逃亡者けいさんハートありがとう。りょうりょうさんハートありがとう。すっくん、あられありがとう。リーブ、リビンさん。これなんだ、ネジみたいな。ありがとう。これは？安野さん、あららありがとう。見てないわ。見てない。何？どれ？ 99.9。 うわ、惜しい、見てない。惜しい。なんか見覚えはある、でも聞いたことある。松さん、歯車ありがとう。そう、歯車だ、歯車。最近やってたのは。安野さん、あららありがとう。わーちゃんさん、あららありがとう。わーちゃん？わーちゃん？室畑みんな待って、すごい、なにこれ、いやあ、おひなさまになった、なにこれ、ラジエーションハウスが見てないの、なにそれ、ハカハク、わー、なんか、ありがとう、これハカハクなんかな、今のありがとう、おひなさまになりました。待って、無理、やっぱ月9って全国めぐりさん、あららありがとう。つれつれさん、ハートありがとう。千秋さん、あららありがとう。うん、ちょっと食べようかなと思って。いちさん、バラありがとう。関ちゃんさん、ハートありがとう。もう目完成してますか？完成してます。完成してます。完成してます。ドラマじゃないよ、何やろ、ちょっと見たい、見たい。私そのなんとか、なんとか高校合唱部みたいなの見てた。なんかあののは知ってるで、聞いたことある。涙の数だけ強くなれるよって歌った曲ある。あ、日本の面白いランキング、日本の面白いドラマランキング。待って、終わった、終わった。何？終わった。ああ、どうした？ユニバでさ、いろんなコラボしてるんやけど、オールマイトの人気売り切れた。売り切れた？買おうと思ったのに、まだ在庫あると思って油断してた。残念だったな。マジショック。アナバ見てた。アナバ、表参道高校合唱部、それ。マジでショック。待って待って、3年 A 組見てていいけど、めっちゃ見てた。見てた。チャン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 、めっちゃ見てんけど私。私も唯一見てた。懐かしい。穴番は穴番。穴番って何？あなたの番です。なんでそれ知ってるのに。なんか流行ってたからさ。卒業編めっちゃ泣けた。今日から俺はとかは。今日から俺は。あ、ちょっと見てた。なんか TikTok で流れてくるみたいなの見てた。突っ張ることが男の。
たった一つの勲章だってこの胸に信じて生きてきた。はい、あ、最後むずい。金八先生、金八先生見てない、古ないそれ、古くない、小学生じゃないの、小学生、ごめん、ごめんなさい、もういいって、もういいって、ちゃんと踊りたい、やっぱり難しい、バカなつい、えぐいな、懐かしい、はい、バナナトーク一生できんねんけど、あ、オッケーオッケー、台本も覚えたからオッケー、あ、俺アニメトークしかできない、素敵、めっちゃおもろいんやけど、疲れた、めっちゃ走ったし、走ったね、マジだ、めっちゃ踊ったし今、こいつずとか、こい、こいつず、あれ、恋は続くよどこまでもみたいな、見てった、名前しか知らない、僕のヤバい妻、ここまで来たら知らん、マジで、いや、え、待って、何やったっけ、あのドラマ、何、なんか見てたんよな、まあいいや、多分思い出せないし、一生思い出せへん、こういうの懐かしいな、ドラマってドラママジでわかんない、学園ドラマ青春ドラマとかやりたいよね、アミヤヤの、うん、え、嬉しい、初めまして、劇場公演初めて行かせてもらって元気いっぱいのゆまちゃんに惹かれました、初見だって、ありがとうございます、なんで元気いっぱいのヒロインです、皆さんぜひまた遊びに来てね、待ってる、おすすめのアニメある、だってみんなおすすめのアニメある、僕のヒーローアカデミア最近見てない、緑谷いすくです、バクゴカツキ驚くショート、最近何の動画か走る、推しメン、まあやっぱりラキスタとかじゃないですか、アンスタ、うん、ラキスタ、あー、今いさせる、知らんわ、ピーン、ちょっと昔のやつしか分からん、もうちょっと前のやつ、ラキスタ結構前で、え、あの、あれしか分からん、なんか女の、ねえ、ちょっと待って、レイナのツイート、今にか、これの漫画と一緒のやつしか読まへんかも、漫画あるやつ、ラブライブ、うん、ラブ、何見てたっけ、昔はいろいろ見てた、うわ、ゲオゲオもいいよね、君も見てるといつもハートドキドキ、ここと、めっちゃモノマネしますたまに、揺れる想いはマシュマロみたいにふわふわ、大好き、テンスラもいいよね、え、テンスラ、春日見てた、ちゃんちゃらちゃ、春日踊れますよ、ちゃんちゃ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 らちゃちゃちゃらちゃ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 、春日のさ、コスプレ買ってもらったよ、え、なんかさ、帰宅しよう、なんかセーラー服やん、マジ、え、帰宅する、行った、帰宅するの、うん、一緒に行ってよ、春日いいよね、なぞなぞみたいに地球を切る、もう最近当ててくれへん、みんなでどこまでも行けるね、ユーロがあるの、え、でもさ、待って、私の声これ流れさ、それさんのつれさ、ちょっと待って、そうやつがてもらって遊ぼう、ある晴れた日のこと、魔法以上の夢かきりなく降り注ぐ顔じゃないわ、足止まったら行くとき、だったらまず一緒に行くの、赤ちゃんの子だって、あやみ、キッザニアで美容院のやつやってた、ネイル、ラブライブいいよね、あ、なんか見てる人なのに、なんかシャンプーしたの人、ネイルしてもらうと、つけよう、赤ちゃん、スノーハレーション、ノリノリですよ、今日あれ大好きです、本当に、あ、そうそうそう、めっちゃ初めてゆまちゃん劇場で見たとき一目惚れして大好きになりました、嬉しい、なんか一目惚れ系多い、皆さんありがとうございます、心臓すげー、心臓すげー、大好き、エンディングの作曲が好きなんですよ、その夢は心のいい場所、あの、美しき残酷な世界っていう曲なんですけど、コスプレを買ってもらって、本当にね、めっちゃいい曲です、あの曲大好き、
よくカラオケで歌います。おはこです。春日のコスプレなら YNN で持ってるからいつか踊る動画お願いします。マジでやりたい。あたりのさ、こっちの部屋が逃げ歩いてまいりましたね。4月からプリティーリズム。うわいいね、プリティーリシリーズ大好きですよ。プリティーリズムとかプリパラとか、プリパラも踊りますよ。大好き、全部踊ります。で、まみは公演終わりのために置いておく、うん、これ終わり。そう、あやみもさ、あれハマってん、あのカリンさん。ありがとうございます。皆さんおすすめアニメ、うん、あれ、あのヨーグルトみたいな、ね、大好き。私もアニメ本当に大好き。だからもうドラマとかさ、私小学校の時とか周りの友達がさ、みんなさドラマとかさめっちゃさ話してたけど、私本当に何も分かんなくて、本当に何も分かんなくて、アニメの話しか分かんなかったから、ちょっと気まずかった記憶ある。私と何も話分かんなかったから。あやみとなやさ、赤いやつだよ。あれ美味しい、ほんまに。なんか名前は。でも今はアニオタの子も増えて、いいですよね。ガンダム、ガンダムも。アムロ行きまーすってね。私もめっちゃお母さんと見てましたよ。あ、ガンダム。随分静かに。それはそう。ハロー、アムロ、ハロー、アムロ。懐かしい。うわ、五等分の花嫁、ソードアートオンラインはもう友達と学校でめっちゃ真似してたんですよ。あの前の学校の時、ソードアートオンラインは大好きですよ。もうね、大好き。もうこうやってやっちゃうもん、キリトだから私。4444あと4分じゃなかった。4分後やったら危なかった。ほんとにソードアートオンラインまで何回見せ、いやでも私ソードアートオンラインも好きなんですけど、ガンゲイルオンラインも大好きなんですよ。私もう本当にもう大好きなんです、ガンゲイルオンライン。皆さん見てください。ピノピノさんってなる。あ、でももう、あ、もう5時、もうすぐあと15分で5時。でも一旦寝てもいいけど、一旦でも寝たら寝る時間ない。だってさ5時イコリス見たことありますよ。でもあんまね、なんか途中までしか見てないかも。今終わったら5時10分だよね。ちょっと皆さん、物語シリーズ私見たことなくて、実はなんかいろいろあるじゃないですか。だから何から見ればいいのか分かんなくて。でも歌は知ってます。あのナンジョルノさんが歌ってるからめっちゃ歌はね大好きでよく歌いますよ。ナンジョルノさん、ありがとうございます。え、結構ね、なんて心に刻んだ夢を未来さえ置き去りにして。大好き。え、そうなんですよ、ガンゲイルオンライン今度やるんですよ。まためっちゃ嬉しくない。西山東京のキッズアニアに足落とした。え、西山が良かったら使う。いや大丈夫だよ、申し訳ない。うん、どうしよう。夕方の場所は、まあ、いや、32分。東京のキッズアニア行ってましたよ。めっちゃ好きやった、キッズアニア。うん、あ、フリーレンも見てますよ。うわ、ダンジョンミシさん迷うんだよ。なんかちょっと怖そうじゃない。なんかあと、なんか何やったっけ、あの異世界系飯のやつは、あれがねめっちゃ好きなんだよ。あのめっちゃ強い犬が出てくるやつ、あれが美味しそうですごい好きなんです。顔が、はい、バイバイ。なんか髪の毛なくなった。首痛いし腹筋使う。そう、はい、壇上見ます。本当に、はい、アニメ大好き。13位アルミカワさん、ありがとうございます。でも他なんだろう、みんな皆さんにおすすめできるアニメ。え、ソードアートオンラインは見てほしい。高本さん、ありがとうございます。うわ、異世界図がいいよね。うん、面白いです。異世界系私大好きで、なんか最近の今7話まで放送してるやつがあるんですよ。それがねめっちゃおもろい。何やったっけな、でもなんか最近の多分上の方に出てくるんですよ。
うわ、防御に全振りも大好き。あれはね、本当になんか絵柄も可愛いですし、作画も可愛いですし、なんか出てくるキャラクターみんな可愛い。え、でも変えるだけ、あとは可愛いですよね。しかも無双するところがいいよね。テンスラはね、当たり前に声優さんが好きなんでね、本当にテンスラはいい。テンスラのピンクの子好きよ。うわ、いいよね、わかる。テンスラね、本当に。でも私途中から追ってないんだよね。今なんか新しいってあるじゃないですか。なんかね、どこまで見て、3、2、途中で終わった。私もなんかどっかまで見た記憶はあるんだけど、悔しい、最後まで終えてないです。長くて諦めちゃった。そうそうそう。あ、なんか最近のあのおすすめのやつ、レベル上がってくやつ、どんどん、あれめっちゃいい。あ、15分経ったので箸も行きたいので終わります。すいません、ギフト読めてなくて。皆さん大好きです。うわ、青のオーケストラいいね。びっくりした、びっくりした、今最後出てきていいですよね。じゃあ読みます。13位全国めぐりさん、ありがとうございます。12位やすのりさん、ありがとうございます。11位ゆうさん、ありがとうございます。10位ケイタンさん、ありがとうございます。9位スーくん、ありがとう。8位ダイシナさん、ありがとうございます。7位ポンさん、ありがとうございます。6位なにわなキンドさん、ありがとうございます。5位ヨーシーさん、ありがとうございます。4位黒豚さん、ありがとうございます。3位マツさん、ありがとうございます。2位みんなのハクハク、ありがとう。1位ライトワン、ありがとう。皆さんありがとうございました。夜公演もよろしくお願いします。レオの誕生日一緒に盛り上げましょう。